二つの手のひらが音を鳴らす。間違いなくこうなると分かっていたような完璧なリレー。どうしてこんなに相手を信じられるんだろう。思いをつないで風になる。それが私の憧れた邦南学園のストライド。走れスライディングハリー。俺八神陸です。任せて。スポーツならカバディ以外は何でもできるから。藤原健です。俺たちはストライドをやるために邦南に来た。僕2年の小日向穂積、よろしくね。悪いんだけど今は人数足りないし試合は無理なんだ。俺がストブの部長長谷倉ヒース。マジ運命始まっただろ。僕は2年の門脇歩、大器晩成、都金の門脇、将棋部の部長さ。俺にはもうストライドをやる資格がない。桜井奈々です。私みたくストライドが好きな人きっといっぱいいますから。プリンスオブストライドオルタナティブ、2016年1月放送開始。本当にかっこいいのは本気になったやつだけ。